こんにちは、勝手にソウル支局長の水田です。今回はソウルにある中心を探してみたいと思います。まずはソウルの中心部、ミョンドンから。ミョンドンのメインストリートからちょっと入ったところに、なんと博多と博多うどんウエストがありました。メニューを見てみると、うどんや定食、丼、カレーなどが揃っています。ホットモットならではのお弁当も揃ってます。福岡で有名な博多料理のお店、中田中のソウルバージョンでしょうか。博多中と書いてあります。聞くと内装やお料理に至るまで中田中のご主人がここに来て監修されたそうですよ。美味しい博多料理がいただけるお店です。発見しました。福岡ハンバーグと書いてあります。왜福岡라고이름이에요福岡에서福岡에그비슷한식당이있어서거기에서모티브가지고와서만들었어요。お肉が生の状態で出てきて、この鉄板の丸い部分で自分で焼いて食べるスタイルだそうです。このテーブルにあるノズルが煙を吸ってくれるようです。長崎カステラのお店を発見しました。名前は奇跡です。한국에서카스테라는유명해요？네저희홍대맛집맛한번나오거든요아진짜요나가사카스테라레시피를저희가직접만드는거라서직접저희가만드는거예요아팁이아니라저희가우리나라에서나가요사이즈또하프사이즈가알수以上、ソウルにある旧市でした。探せばまだまだありそうです。